はい、タッコスしてみたその下に入れます。で、まあ今回はねちょっといつもと変えて衣装紹介からやっていこうかなと思います。で、まあこの衣装なんですけど、あのラブライブサンシャインの裏の星だね、裏の星女学院の冬服の制服ですね。で、まあ一応この衣装のメーカーなんですけど、あの有名なあのコスパチオ製の衣装ですね。結構高いですよ。あのかなり高い衣装ですね。まあジャケットの方からちょっと紹介していくんですけど、一応まあこのジャケットなんですけど、ですね、一応まあどんな感じになってるかというと、まあこんな感じにね、まあ本当に制服、本当本物の制服みたいな感じに裏地がちゃんとついてます。でまあちょっとサイズがねちょっと XL 着てんのとかも思われるかもしれませんけど、一応私男なんでねあので、まあ身長がねあるんで、まあ痩せてるんですよ、痩せてるんですけど身長があるんでね、どうしてもねこの袖の長さがね、あの長くないとねちょっとね格好が悪いんで、どうしても XL 買ってます。で裏をちょっと、まあ裏はこんな裏ですね。まあセーラー服になってるんでこんな感じになってます。はい。でこっちの、まあ、制服ですね。制服は一応これもね夏冬服ってあって、これはもちろん冬服の、あのスカートですね。でまあ一応中はこんな感じになってます。でコスパティオ製の衣装で、あのスカートはね裏地がついてるやつもあります。まあ中二病の衣装とか軽音の衣装とか、あと最下のだね、最下の衣装、あとリートバスの衣装がね、あの後ろに裏地がついてるスカートもありました。これだけねなんかついてなかったみたいだね、まあ、ついてた方がね、あの結構着心地はね全然いいです。で、あのポケットもついてますまあで、まあこんな感じのタグがねついてます。で、スカートの方はね L サイズを買ってます。いつもまあ痩せ、まあそんな太ってないんで、太ってないっていうか、まあ痩せ方なんで、スカートはあの L サイズです、いつも。まあジャケットは XL って感じで、であまりにもねブカブカだったらね、あのまあお直し、今あのお直しであのやってもらってます、詰めてもらってます。まあこれはね、まあ別にそんなにあれだったんで、まあ結構まあセーラー服はね結構ね、あのこうダボダボしてるような衣装の方が結構いいと思うんで、これはそのまま詰めたりしてません。でリボンですね、リボンもこれもコスパ強制の、これ2年生のリボンと、まあ、1年生のリボン、まあ、これはねあのヨハネだね、ヨハネのコースやってる時に使ってます。でこっちはまあリコちゃんのコースを使ってる時にやってます。でこっちがこれはねリコのウィッグですね。これねあのもう3年前に買ったんで、ちょっとどこで買ったかちょっともう覚えてないんですけど、一応あの専用ウィッグであのカットしなくても使いましたね。ただ2000円くらいで買った記憶ありますね。でこれはリコで使ってる髪留めですね。でこれがちょうどこっちにちょっとあの寝そべりがいるんで、この後ろの髪留めとこっちの髪留め、こんな感じですね。まあ、これはあのプラ板をこうちょっと湾曲させて、こういう髪留めをつけました、接着剤でつけました。でここはあの赤いこうラミネートシールみたいなのがあるんですよ。それをねこういうふうにカットしてここに貼り付けました。でこれも同じように、まあ、こんな感じにカットして髪留めを接着剤で固定しました。こんな感じですね。
で、まあ一応、まあ、総額なんですけど、ジャケットが2万3000円で、スカートが1万2000円。で、リボンが、確か1個2300円だった気がするな、2300円。で、まあ一応、まあトータルで4万、そこそこかだね。4万。まあウィッグも、まあそうだね。まあ自分の、まあリコとヨハネ、まあ2キャラやってるんで、まあ大体、ウィッグを込みで、まあ大体よ、まあ5万近くだね。まあちょっと今回ヨハネのあれはないけど、ウィッグはないけど、まあ一応、まあ4万から5万ぐらいだね。はい。まあこんな感じです。じゃあ、これからちょっと着替えます。はい。まあ、ということで、まあ、着替えました。でですね、まあ一応さっきね、ちょっと衣装の紹介をしたんですけど、一箇所だけちょっと紹介し忘れたところがあったんで、で、まあ一応忘れたところなんですけど、ここですね。ここにあのボタンがついてるんですよ。で、なんでこのボタンついてるかというと、この3年生仕様だね。3年生仕様のこういう、まあ、スカーフが、まあ、リボンじゃなくてスカーフがつくようにこういうのがついてます。ちょっとうちら、まあ、うちらというか、まあ、3年生はね、やってないんでね、まあ、これは、まあ、使ってないんですけどね、まあ、一応、まあ、こういうのがつきますよっていう感じです。はい、まあ、一応、寝そべりも持ってきてるんで、寝そべりも一応出します。で、まあ一応、まあ、まあ、この人はね、なんともね、聖地巡礼とかで出してるんで、まあ、おすすめにここに出します。まあ、最新の裏の、沼津行った時の、動画のおすすめにここに出します。で、またちょっとね、まあ、来月あたりかな、来月か、またちょっとね、やろうかなとは思ってます。聖地巡礼ですね。はい。まあ、一応こんな感じですね。まあ、一応ちょっと一応まあ、こんな、後ろに、髪型をこう、つけてます。はい。まあ、今回は、前半に、衣装紹介をしました。まあちょっと、まあこれを機会にまあなんか、まあ、購入したいなっていう人がいればまあ参考になればいいかなと思ってます。よかったら高評価それとチャンネル登録よろしくお願いします。あとコメントもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。それじゃあまた。